はい、えー、新潟県佐渡島のですね、えー、ご当地キャラクター、ブリカツくんがですね、あの、北陸、北陸新幹線に似ていると、えー、話題になってるそうですね。えー、もともとですね、あの、このブリカツくん気持ち悪いって周りから言われ続けてたみたいなんですね。えー、ところがね、この北陸新幹線が登場してから、えー、逆にかっこいいと言われるようになったというですね、もう180度変わっちゃったんですね。えー、言ってみれば、あの、アイスキャンディーを一つ購入するようなもんですよね。 えどういうことかって評価が1点ってね。ねずっちです。えー、今日は CS 寄せチャンネルにて、えー、里光ネズッチのエンタメショーに行ってきまーす。